それは江ノ島さんがドラム叩くっていうことを見に凱旋っていうのが引っかかってて、どこからどこへ帰ってきたのかっていうのと、ライブってなんだっていう話があるよね。裏剣みたいなんだよね。そこだけ裏剣みたいな。リハをやりましたけど、ドラムなんで叩いてんだろうってずっと思ってるんですよ。僕は別にミュージシャンとかドラマをなりたい人ではないので、はい、8ビート叩いて、あとはもう普通のスライドショーやって。スライドショーあんの？スライドショーやる。なんかテーマが江ノ島ってだけ聞いてて、なんか多分対決もあるんですよ。対決ってあんまないよ。対決はなんかあったらいいかな。凱旋は雰囲気です。特に何もないです。やっぱりだって一応人来るのか確認するじゃないですか。ドンって投げられそうな。今ちょっと足乗せてたらちょっと前に、あと10分で会場じゃないですか。やばい。うるさい。主役です、主役です。やれちゃったよ。うるさいって言われたらちょっとドラム困るよ。ドラムすごい、ドラムがすごいです。これすごいですよね。とすごいよ。江ノ島重道凱旋ライブ開幕です。皆さんこんにちは。どうでしょう。楽しいですよ。楽しいですけど、ね、最後までドラムはまんない。映画に出てくる修行を3日間したら痩せるのか。知ってます。これリメイク版なんですけど、これ僕らが知ってるベストキットじゃない。空手のやつなんですね。多分。以上なんですけど。以上ですか。以上なんですけど。褒められたいので。俺を褒めろというお題をみんなに与えたという。こんな。光りすぎてるんですよね。江ノ島重道の力強い嘘ってめでたいの赤飯を炊いて近所に配りますって言うんですよ。だからこれ嘘なんですよ。江ノ島君こういうこと書くよね。でダブルピースめっちゃするんですよ。次の写真で締めてきたんですよ。あとちょっと空いてるよ。わーっと面白い、面白いですね。面白い、面白いですけど、頑張ろう。どういうのか、嫌だよ、全部。全員面白いですね。絶対勝とう。絶対やろう。やる。絶対やってやろう。今回のスライドはもう、記事にはしない。記事にしないっす。みんな、江ノ島向けのスライドやから。記事にできないから。江ノ島だけの記事にするっぽいスライドなんて見つけて、あれ申し訳なかったですね。みんななんか江ノ島専用にやってるけど、一人だけなんか握り腰やなと思って。あれちょっとそうですね。いやー今それ言われてそうですね。申し訳ない。ズボシがちょっとあった。今日ズボシの回だな。ごめんなさいね北向さん。何やつだ。花豚さんのやつとか。このためだけですからね。その江ノ島が確かに。あ、せっこイベントの再利用みたいな。このためだけに会社でこっそりやってたのに。いや、ありがとうございました。多分仁さんあの感じで正解。正解。おーすごい。頑張ろう。頑張ろう。絶対頑張ろう。女学生っぽいよね。なんかその私頑張ろうですから。この状態早飲みできるのか。早飲みか10秒で飲めんのか。
元気ないよ、風の B なんでしょ。風は元気ないよ。風さっきのスライドなかなかのダメージを負わせていきますよね。もう絶対早飲み加藤文脈は全然わからないなペロッと食べたね。早飲みよう、頑張れ。もう飲んじゃうもん、それ飲んじゃう。やりたい、確かにやりたくない、やりたいけどこれ飲むと 1.5 はさすがに。じゃあちょっとどんぐらいやれるのかだけ口なしでやろう。ちょっとなんじゃない？10秒ちょっと待ってね。ダメ、ちょっと飲んだよ。やばい、やばい、これは大変だ。本番が大変だ。だだだだだだ、これメスへのアピール、メスごくないアピール。ちょっとだけ、ちょっとだけ飲むの、なんなんですか。やばい、やばい、あーあー、今危なかった。危なかった。何が危なかったの。やばい、ダメージ負ったな。ダメージ負った。やばいな、これ。弁護士呼ぶ。完全にこのクラッカー間違えたな。クラッカー。弁護士呼ぶ。弁護士よりよ、医者を呼んでほしいな。ちょっと飲むな。ちょっと飲むな。よっしゃ。よっしゃ。絶対勝とう。よし。最初の勝負は。はい。飲み物早飲み対決。ハンデ戦に今回しました。おお。な、もう一回。江ノ島決めていいよ。決めて。ほら、何でもいいんだよ。頑張れ。江ノ島行け。はい、死のう。美味しく食べてくださいね。いきますよ。はい。シェルス君のあの余裕の表情すごくないですか。あ、もう。ペクション君どのぐらい食べるの？半分。コーラが効いてますね。コーラ。よーい、スタート。あっくら。おー。おー。この後見てたけど勝利したんだよ。皆さん、今日はありがとうございました。アンコール何やろ。